いろいろと聞きたいことあるんですよ。なぜ NHK の会長の年収は3000万を超えてるんですか？ NHK の職員の平均年収は1500万円もあるんですか？どうして NHK の集金にはあんな怖い人をいっぱい採用したんですか？聞きたいこと山ほどあるんですよ。だから話し合いしようとしよう。で、国会では NHK にお金を払わない人にはちゃんと説明をすると。強制的に裁判なんかしませんと。強制となる裁判なんかしませんと言っときながら、ね、うちの斉藤健一郎参議院議員に対して裁判してきた。でも裁判してきたら今度契約書には嘘の日付、契約書の変造までやってるじゃん。あのね、言ってることとやってるところがむちゃくちゃなの。だから、今回ね、これ稲葉会長、これ、あなたたちは政治にそうやって口出しをしていいの？もう別に口出ししてもまあいいでしょう。でも、こういうね、我々がまるで受信料、ほら、放送受信契約をするなとは言ってないんですよ。NHK と契約した上で受信料の不払いをしようって言ってるんですよ。だから、NHK と契約する人はバカって書いてないでしょ？ NHK に受信料を支払う人はバカだと思います。最高裁だって契約は義務だけど支払いに関しては義務じゃない。5年間過ぎれば時効が成立するって最高裁の第一小法廷で判決出てるじゃん、最高裁の判決が。5年以内に裁判をしない NHK が悪いって。契約するなと我々言ってないですよ。契約して不払いしよう。そしてちゃんと契約をして個人情報を出して、ね、住所や名前、電話番号を出して NHK と堂々と話し合いをしてですね、 NHK に対して国民の怒りをぶつけていこうとしてるだけなんですよ。テレビがないって嘘をついたりとかね、とにかくお金を払いたくないから契約したくないとか、そういう卑怯な人を集めてるんじゃないんですよ。我々は NHK ととことん話し合いをしてですね、お互い変えれるとか変えようって言ってるわけですよ。なぜスクランブル放送しないの？なぜ全員と裁判しないの？なぜテレビを買うときに契約の義務をしないの？いろんな方法があるじゃないですか。 NHK 見たくない人の権利はどうなの？電気、ガス、水道、電話、こういった公共サービスはお金を払わなきゃサービス止まるんでしょ？ NHK がどうしても必要だったら税金払わなくてもやってくる救急車やパトカーと同じように NHK の受信料も税金で賄えばいいんじゃないんですか？そういったことを話をしたいから、まずは NHK に受信料を払うことをやめればNHK と話できるじゃないですか。だから NHK に受信料払う人はバカですよと言って我々の考えを知ってほしいと思って、政見放送にお金を出してちゃんと法律に基づいて我々はやってるんですよ。それをさもね、我々が違法行為、 NHK から国民を守るとか違法行為してるかのような記者会見、しかもね、フリーランスも入れずにですね、ね、その読売新聞とかね、読売新聞とか読売新聞、いわゆる読売新聞の社説、お前らむちゃくちゃやん。 NHK から予算金持ってるもんな。 NHK の海老沢会長は読売新聞の顧問やもんな。読売新聞がやってることむちゃくちゃじゃん。もうこれ読売新聞の記事俺ツイッターのトップに貼ってる、固定してるけども、 NHK の契約して受信料払わない人っていうのはめっちゃ増えてるんだよね。契約までは義務だよ。でも支払いは任意だからね。でその任意の支払いをしない人が、何万増えてるのかね。これが20年末が104万世帯、こっちはな、こっちか、とにかくですね、払わない人、契約して払わない人が約100万世帯増えてるんですよ。でそれに関してはもう間違いなくね、我々は契約をして不払いしましょうっていう合法的な不払いの方法を進めてるんですよ。で、NHK から裁判になったら我々の党で、私の個人的な資産、あるいは党のお金で払うと、ちゃんと宣言してるわけですよ。で、4年間で100万人の契約が減ったり、4年間で約100万人の不払い者が増えたという記事を書いてるこのね、NHK と全く同じ一体運営をしている読売新聞は、その理由、契約者数が減ったとか、受信契約をしたまま不払いをしている人が、ね、この5年間で100万件も増えた、その理由について NHK から国民を守る党の影響だとか、立花孝志が国会議員で当選したとか一切書いてないんですよ。お前ら真実伝えようって気ないだろ。
NHK 読売新聞さんよ。だから NHK なんかにお金払うやつはバカだって言ってるんですよ。